ちは。無垢フローリングとウッドデッキ専門店エコロキアのまさきです。本日は数あるウッドデッキの樹種の中でも特におすすめの一つ、板ウバについてご説明したいと思います。まずウッドデッキに使用される樹種を大きく2つに分けると、1つ目は、カリフォルニアレッドウッドやレッドシダー、オーストラリアンサイプレスのような針葉樹のソフトウッド、そしてもう一つはウリンやイペ、この板ウバのような広葉樹のハードウッドに分けられます。板ウバも非常に硬い木なのですが、このハードウッドの中では比較的柔らかい樹種で、ウリンやイペなどに比べると施工性に優れています。そしてこの板ウバの最大の特徴、乾燥をしてもあまりささくれが出ません。通常ウリンやイペなどハードウッドは乾燥をすると割れやささくれが非常に鋭利となりますので素足での使用は禁止されておりますが、この板ウバ、数少ない素足で使用できるハードウッドのウッドデッキです。エコロキアでも過去に楽天ゴールデンイーグルスさんやオリックスブルーウェーブさんのクラブハウス内のプールサイドに素足で使用できるということで、こちらの板ウバを採用していただいております。いいことずくめのようなこの板ウバですが、デメリットを言うと、実を言うと反りやすくねじりやすい木です。ですので、3メートル4メートルなどの在庫もございますが、あまりおすすめしておりません。もしこれから板ウバのウッドデッキを作ろうと、設計されるのであれば2メートルぐらいの長さで考えていただいた方がいいかと思います。カットサンプル等ご利用の方はぜひお問い合わせください。